No one can present any answer so far to a centuries old mystery where Leonardo da Vinci was from 1476 to 1478, again, from 1476 to 1478, because there are no records that indicate his whereabouts during those years. Where was he from to ダヴィンチの謎の3年間消えた3年間1476年から1478年ダヴィンチはどこにいたのか広林ハ浜松3ジャパン 1476年から1478年にかけてダ・ヴィンチの消息は全く分かっていませんダ・ヴィンチはどこにいたのでしょうかで私はですねダ・ヴィンチの絵画を年代順に並べてみました制作年がはっきりしているものだけを選んでこのような表にしてみました左 側にある黄色い枠が1476年から1478年の枠ということになります。この枠を挟んでダヴィンチの制作姿勢に大きな変化があったのでしょうか ?1974 年に一作作った後1478年までの4年間間間が空いています。がその前後を 比べてみてもですね特に大きな制作変化があったようには見えませんと言いますか一貫と言いますか一貫してレオナルド・ダ・ヴィンチは同じようなスタンスで同じような絵を描き残していますつまり、まあ、絵画の変化からですねこの1476年から1478年にかけて 何が起きたかという、つまりレオナルド・ダ・ヴィンチの精神的・心理的な変化について考察することは今の段階ではできませんもちろんその間の消息がわからないからといってつまり記録が残っていないからといってダ・ヴィンチが他の場所に行っていたということにはなりませんがしかしその3年間の間レオナルド・ダ・ヴィンチはひょっとしたらひょっとして ひょっとしたらひょっとしてこの地球にはいなかったのかもしれませんというまあロマンチックな話ですえ例えばこんなこともありますこれはダ・ヴィンチが1472年に描いたとされる「除隊告知」の絵です。向かって右側のののの女性の下下絨毯の下に3本指の 足が描かれています今矢印で示したところですけどもここを拡大してみますといわゆる隠し絵し絵の手法でここに3本指の足が描かれていますこの足にそっくりなのがスリランカのシギリアロックの、まあ、入り口にあるところにある石像物ですこれがその石像物ですけどもこの足とレオナルド・ダ・ヴィンチがですね 受胎告知の中に書いた3本指の足がですね大変よく似ていますということはひょっとしたらレオナルド・ダ・ヴィンチは、まあ、世界中をですねこのような形で回ってそしていろいろな資料を集めていたのではないかとも考えられますで結論ということになりますもう一度年代 順にです、ね、ダ・ヴィンチの作品を見ていただきたいと思います。まあ、こうした作品を見ながらですね、要するに1476年から8年にかけてどう変わるかということを注意深くご覧ください。判断なさるのは皆さん自身ということになります。今、1475年のまでの文を見ていただきました。でこの後3年間 まあ、ダヴィンチがどこにいたかという記録は残っていません。で、1478年、ダヴィンチが、まあ、歴史の中に再び現れたということになるのでしょうか。で、こうして先ほどのですね、ビフォー・アフターを比較してみるとですね、どこかにこう、なんて言いますか、制作・コンセプトの違いがあるのかなと思って、 なんんととか見見てみままししたたがが私はそれを発見するこでできませんでした例えば1476年以前はですね例えばまあ攻撃的な姿勢であったのが1478年以後は穏やかになったとかあるいはよりなんて言いますか絵画がですねキリストレーサー風になったかとかそういうことはまあ絵画の流れを見る限り 現れていないいいななのではないかと思います、まあ、これが結論ということになりますので、まあ、今はこの状態でペンディングにしておいて、ですねまた何か出てくればえ、つまり消えた3年間のあ謎がですね、まあ、謎を解くヒントが出てくれば、その時また考えてみたいと思います。1476年から1478年の間、まあ、消えた3年間ということになります。 まあいろんな方がですね、本を出しておられるよう、おられるみたいです。まあ、その中にはフィク、まあ、ほとんどがフィクション、そしてロマンスというような感じで、まあ、本を出していらっしゃるみたいですけども、まあ、皆さんはどのように判断なさるでしょうか。今、1508年の作品をご覧いただいています。そして、1509年になります。解剖図も長き時代にわたって、 書いているみたいですねそして1512年にこの絵を発表して1513年と続きますそしてまあ、年代の分かっていると言いますか私が調べた範囲の中では1515 15年のこの作品が最後の作品となったということになりますでもう一度最初にお見せしました表をご覧くださいで順にもう一度その ま、あのその消えた3年間についいいてて考えてみたいと思います順に、えー、1472年の作品から並べてみますでこうして並べていくとですね「受胎告知」というのはかなり早い時期に書いていたということはこれでわかるわけですそれからイエスの洗礼ですねそれからその間3年間飛んで、まあ、このような作品を次々とといいますか まあ全体として、まあ、作品って言いますかね、あのかまあ、私が知っている作品というのは意外と少ないなという印象も持ちました。実際にはあの何千枚もスケッチがなんか書いたんだというふうに言われていますけれども、まあ、こうして発表されている作品は、まあ、こういうことなんですね。まあ、最後の晩餐の絵が出てきました。モナ・リザは1503年ですからね。 かななり晩年の作品とということになるわけですアンギャリの戦いについては4年から5年の2つの説があります。ほつれ神の女ですね。えー、っと続いてその岩窟の聖母子が1508年、1512年と続いてそして1515 15年が最後の作品となります。まあ、こうして並べてみると何かが分かりそうでそれでいて分からない。 言い換えますと、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画についてのスタンスは、もうその初期から一貫して変わりなかったということになるのでしょうか、またそのように判断するのが正しいと思います。で、経田3年については、何があったのか、何がなまあ、どんなことが起きたのか、あるいはどこ行ってたのかという問題については、今の私たちには狩猟詞もありません。ということで、続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now. Hello, this is Hiroshayashi, Hamama City Japan, Sigiria, Kingdom of Reptilians Devil's Feet. シギリア。そこはレプタリアンの王国だった。シギリアには奇妙な彫刻があります。シギリアです。これが問題の彫刻です。で、前回、この足を調べてみましたが、これはライオンの足ではありません。では、何の足かということなんですね。それについてですね、 アメリカのテキサス在住のビル・シーワードさんからですね、次のようなメールが届きました。すなわち、これは、爬虫類、レプタリアンの足だというのですね。しかも、この足と足の間には封印された洞窟があるというのです。で、足をもう一度、調べてみることにしました。 爬虫類って言いますかね。これはあの恐竜ですけども似てるんですね。特に爪に特徴があります。で、爬虫類を、とますか、トカゲを中心に調べてみました。前回、トカゲの足を、足についてですね、調べるのを、まあ、忘れていたと言いますか。 はい、調べませんでした。で、改めて調べてみましたところ、ベルさんが、まあ、教えてくださったように、確かに、確かにこれは、爬虫類、すなわち、レプタリアンの足ですね。爪に特徴があります。ということは、シギリアは、レプタリアンの王国であった、と結論付けて良いのではないでしょうか。 もう一度皆さんこの足をよくご覧ください。ということで、昨日作りましたビデオをつなげておきます。さらにその後、悪魔の足という題で作りましたビデオをつなげておきます。どうかご覧ください。Thank you very much for watching and bye for n o w h e l l o This is Hiroshaya i h Shihama m a City Japan.Mi City of Sigiria. スリランカ ?Whose feet are they? シギリアの謎。それは誰の足なのかスリランカにシギリアがあります。大変不思議な山です。山の上には地上から持ち上げたという岩があります。誰が、どのようにして持ち上げたのか。まあ、その話は別途しまして、その謎を解く鍵がですね、シギリアに ありますまず、シギリアを見ていただきますけども、こうした山なんですね。岩山なんですね。そして、まあ入り口で言いますか。その前に、まあその謎を解く鍵の足があります。 まあ大変な山ですね。これがその足なんですけども、ライオンの足ということになっています。しかしこれはライオンの足ではありませんね。で、まあ、比べていますが、まあこれがライオンの足だというわけですね。まあ、飾りたいというわけですね。 紋章だというわけですね。これに似た足をですね、レオナルド・ダヴィンチが渋滞告知の中で書いています。マリアの足です。まあ、隠し絵、こうした手法でですね、ダヴィンチはマリアが悪魔であることを示しています。ここにマリアの足が出ていますね。で、この足と今のシギリアの、まあ、門のところといいますか、入り口のところに 作ってある足と似ているんですよね。で、これはライオンの足だって言うんですけども、ライオンの足と、まあ、ついでに比較していますけどもライの、ライオンの足は4本で、シギリアの足は3本ですね。どうもそれとは違う。で、ダベンチの書いたのもどうも3本のようですね。はっきりわかりません。で、エドフにはこうした鳥の彫像がありますけども、足の指は3本指です。 まあどこか似てると言いますかね。そういう感じですね。で、三本であればダ、ダヴィンチの書いた絵と一致するわけです。で、これはリリトです。魔女です。魔女ということになってますけど、最近はあの、イスタール・イナーナだという説が有力になってきました。大変よく似てますね。ということは、これは、まあダ、ダヴィンチも、それから、リリトも、それから、シギリアの足も、 悪魔ということになるわけですね、一応。で、これが今、黄色い線がシギリアから引いてきた線ですけども、根元のところから半分ぐらい少しややエラーが出ます。しかし、途中からは綺麗に重なります。もう一度やってみます。まあ、途中から綺麗に重なるんですね。あの、右の方でややエラーが出ます。で、これの線はですね、インドのエローラから引いてきた線です。で、このエローラのからの線、 引いてきた線とですね、今、シギリ,リアから引いてきた線が、ここで重なるんですね。ということは、まあ、私のナスカリ論によれば、あの、双方に関係があるということになるわけです。で、さらにこの線をですね、延長してみますと、えー、まあ、これ、工程がここにあるわけですけども、えー、左下があの、エローラの線です。で、その線をさらに延長してみますと、大変不思議なことに、えー、 平和洋、シアンの東30キロにある平和洋からの、いわゆる滑走路の根元ときちんとここで重なるんですね。ですから何らかの関係があるのかなと思って調べてみました。で、下がシギリアでエローラ、そしてテラコタアーミーですね。平和洋です。で、角度、長さは調べてみましたが、特に関係があるようには見えませんでした。で、エローラ洞窟はですね、えー ま、これもついでにちょっと、見て、見ていただきたいんですけども、岩をですね、上からくり抜いて作った寺院なんですね。いわゆるその、組み立てて作ったというんじゃなくて、上からどん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 下へ掘っていって作ったということなんですね。まあ、こうしたあの手法であ、あの、大型建築物というのは世界に、えー、他に2ヶ所ありますけども、まあ、あの、これエローラ洞窟です。で、まあ、巨大なあの、洞窟なんです。こうしたあの、まあ、この、まあ、なんて言いますかね、この、 ここに掘られている彫像と、その、シギリアの中に残っているね、まあ掘り物、掘ったものと何か関係あるのかなと思って調べてみたんですけども、特に、あの、関連性はないようです。で、シギリアというところは大変不思議なところなんですね。まあ、ついあの、これは26号ですから、あの、もう3年。 前に、3年というか2年半前に作ったビルドですけども、その時もこのシギディアというのは、どうもその、かなり初期に作ったってますが最初の頃疑問に持った、あの、岩山なんですね。で、まあ特に私はこの時何が不思議だった、と思ったかと言いますと、あの、岩をね、持ち上げて、あの、持ち上げたとか地上から上げてですね、そしていろんなん建築物を作ったと。まあそういったところにこう、まあそんなはずはないだろうということから、あの、だって、あの、 いわゆるその、なんて言いますか、運び上げる手段もね、力もないし、そのロープもないわけですよね。そんな時代に、どうしてそんなことができたんだろうということを考えたわけです。まあ、で、疑問に思ったんで、あちこちから線を引っ張って調べてみたんですけども、まあ、書くたる言いますか、これはという線が見つからないんですね。まあ、茂り当てとかそういうところなんですね。まあ、あるとしたら、ルンビルトの関係、 あるいは、あの、無変調だろうから145度の線にありますから、まあ、無変調だろうかなというところが、まあ、限界です、でした。で、シギリアというところは、まあ、ここに、まあ、浮いて、まあ、浮いたような形になると言いますか、こうしたところにあるわけです。まあ、一つだけ、あの、気になるのが、いわゆるアダムズ・ブリッジなんですね。アダムズ・ブリッジというのは、一夜に、まあ、伝説によればですね、一夜にして、スリランカとインド大陸をつないだ、あまあ、陸の橋なんです。 で、これは、あの、昔はですね、以前は、あの、歩いて渡ることができたそうですが、最近は侵食が激しくてですね、もう時期もう、まあ、綺麗でなくなるんじゃないかと言われてますけど、このアダムズ・ブリッジです。なぜこの、あの、橋ができたかということについては、地質学者の、まあ、あの、まあ、ウィキペディアなんか見てもですね、不明であるということになっています。その、アダムズ・ブリッジから150キロのところにシギリアがあるんですね。何かの関係があるんじゃないかなと思,思いました。 少なくともシギリアのこの、いわゆる足はですね、ライオンの足ではないということですね。で、またこの逆に右の足がですね、誰の足か分かれば、このシギリアを作った、まあ、エイリアンですね、はっきり言えば。エイリアンがの正体が分かるということになります。ということで、続くビデオ。まあ、あの、以前、まあ、作りましたビデオですけども、神々の能力っていうので作ってみました。まあ、どうか参考のためにご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshima City Japan.Devil's Foot 悪魔の足。Raphaelo vs. Da Vinci。Raphaelo 対 Da Vinci。まあ、対立していたわけではありませんけども、Raphaelo も Da Vinci も実に奇怪な絵を描き残しています。Raphaelo Santini が描き残したこの絵なんですね。 何でもない絵に見えるかもしれませんけれども、この絵の中には隠し絵が仕込んであります。ここを見てください。三本指のまさに悪魔の指、足の指が書いてあります。中世の画家たちはこのようにして隠し絵という形で自分たちの思想を織り込みました。下がダヴィンチの受体告知の絵です。この絵の中にも隠し絵が仕込んであります。 このフクロウの置物の下を見てください。これはマリアの足です。なあちダヴィンチはこの絵を通してマリアは魔女であることを訴えています。これを隠し絵と言います。どうしてダヴィンチもマリアもです、ラファエルもですね、このような絵を描いたかということなんです。まあそれについて話は全然それますけども、今朝日経新聞に次のような記事が出ていました。 論評はしません。そのまま紹介させていただきます。マリアの手は受胎の不安、喜びの広さや深さを表しといえ、表しているという。僕の受胎告知術を書くことだった。人の病、病気、病,気病や死は運命づけられたものだが、それを乗り越え、人はいかに生き、いかに愛しあるかを問うものだった。 ではラファエルを紹介させてください。Hello, this is Hiroshima, 浜正梨 Japan.Today's、uh, story is about again dreadful painting of Raphael's fake structure of Renaissance.In Japanese, 世にも恐ろしいラファエルの絵、Renaissance という虚構について話します。これは補足版です。 森本さんの方からですねあの、補足してくれということですので、補足しておきます。ここにあの絵が描いてあるんですけども、この絵をですね、逆さまに見てほしいということなんですね、A と B としておきます。A の方を見ますねで、この A の方を見ますと、えー、こういう絵が描いてあるんですけども、これを逆さまにするとですね、別の絵が浮かんでくるんですね、こうした隠し絵手法というのはラ、ラファエルには特に多く見られます。でこれを見ますと何かしら あの顔らしいものが浮かび上がってくるわけです不気。不気味な顔ですね。そして B の方もですね、あの同じようにこうあの逆さまにしてみますで。ちょっと明るくして、そして、まあ、ちょっと見ると何かしたら人間が描かれているかのように見えるんですけども、逆さまにすると目のつり上がったエイリアン風の像、まあ、が浮かび上がってくるわけですね。まあ、これはまあちょっと厳しいかなという部分もないわけでもないんですけども。 あのこうした隠し絵が仕込んであるわけですね。まあ、と言えるかどうか、まあ、皆さんの判断に任せます。でもう一つ、ここにねあの、私見落としたんですけども、中央分にです、ね、弾丸のようなものが飛んでますね、これ、シューッと飛んでるんです。わかりますか、もう一度やってみます、シューッと、これ私にあの、私の中の絵の具の失敗かなと思ったんですけど、ちゃんと雲は書いてありますね、そういえば。そしてこの先を見てください。えー、1, 2年前にあのロシアの 現れた UFO の形、そっくりですね、これ。あの、先がちょんと白くて、そして周りが太くて。はい。ということは、あの、ロシアの UFO は本物だったということになるわけですね。そして、この光線を見ていただきたんですけども、森本さんはここに7本の線があるというふうにおっしゃいます。で、確かに数えてみますと、7本らしいとうんですけど、明らかにあから、あからさまに7本書くことは許されなかったんですね。7本の光線というのは、ミトラ教のシンボルですから。 それは後でもう少し詳しく述べますが、ですから、7という7本の線をですね、巧みにこう、まぶしながら7本表していると。でも、ついでに言っておきますと、このイルカがここに書いてあるんですけど、あのイルカの目というのは私、は水族館で見たことありますけど、こんな不気味じゃありませんよ。あの優しい目してるんですよね、あのイルカの目というのは。で、あの、確かにあの黒い眼球は大きいんですけどね、しかし真ん中に、あの日本、人間でいう <laughs> あの瞳のようなものがありますからね、瞳というか、あの、はい。 でこれ、まあ、右が本物のイルカの絵ですけど、まあ、見るからに優しい目してるんですね、まあ、ちょっと怖い感じがしますけども、大きいからあの。馬もそうなんですよね。あのこのラファエルの馬は真っ,黒く真っ黒の目をしてますけど、なんか黒くして不気味にしてあるわけですね。で実際に馬の目というのも皆さんご存知のように優しい目してるんです、見た感じはですよ。 こんな恐ろしい印象を与えないんですね。で,では、あえてラファエルはこういう恐ろしい目を描いたんですね。右の方が本物の馬の,あの目ですで。もう一つあの、まあ、ここにですね、あのえー、この、まあ、誰でしょう、マリア像だと思うんですけどここにね、ありえないもあの、いわゆるその十,字十字架がキリスト教のシンボルであるように、ここにね、アンククロスが書き込んであるんです。 ごめんなさい。アンククロス。これは、ね、エジプトのね、あのまあ,あ,あのなて言いますか聖なるなんて言いますか,、えー、ますか象徴なんですね。でどうしてこういう京都のあのアンククロアンク十字をね、あのここに書き込んだかということなんです。言うまでもなくラファエルもアンチクライスト反キリストだったんですね。当時はですね、もう犬仕掛けのこあの 活動だったと思いますよ。こんなのばれたらね、即処刑されたと思いますよ。あの、ミケランジェロもそうなんです。まあ、続く後の方でミケランジェロの謎についてのビデオをお見せしますけども、えー、命がけで、みんな命がけでね、なぜ命がけになったかというと、それだけルネサンスというのは、私たちが思っておると明るい時代じゃなくて、まさにキリストづくめの暗黒の時代であったということを、こうした事実は示しているということです。では、続くビデオをご覧ください。 Hello, this is Hiroshihaya Shihama Mase d i Japan and Satoshi Morimoto.Mystery、uh, of Raphael Santi Why did he paint such strange paintings?This is a story about it.In Japanese、uh, Morimoto Satoshi さんですね、Raphael の、えーまあ、描いたあの絵の中でね、怪しいのを集めてほしいというふうに依頼しましたところ、uh, Morimoto さんが調査というか、 あの、調べて私に送ってくださいました。で、その中の、えー、十数枚を今日これから紹介しますが、おかしいです。まず第一に、この一番目の絵はですね、えー、森本さんがおっしゃるには、黄色の老人が不自然であると。で、誰かの肖像があの胸に書かれているだと。で、右の太ももがおかしいですとかっていようなことをおっしゃったわけですね。それから、画像を逆さまにしてするとですね、老人が右に向くと、その時に、まあ、 目がつり上がった顔のようなものをかび上がってくるということをおっしゃいましたが、まあ、その最後の部分、ちょっと私、あの、よくわかりませんでしたの、ね、で、わかった部分だけ、まあ、あの、皆さんにお知らせしますとですね、まずこの絵っていうのは奇妙、奇妙なんですね。この白いところにですね、子供か大人か、多分子供だと思うんですけど、このようにね、顔が薄く描いてあるんですね。一見するところ見えないんですね。おそらく小さな、まあ、小さなといか、あの、 本なんかに紹介されてというので、これ見えないと思います。左の上にありますね。こうした顔がですね、あの書いてあるということですね。それから、えー、この肩のところにですね、まあ、見えますかね、えー、ここにですね、顔が真ん中にあの彫り込んであるんですけど、この、えー、顔がですね、角があるんですね、こういうふうに、奇妙な。 いわゆるその隠し絵なんですね。ラファエルの絵はこういった隠し絵、隠し絵が至るところに見られます、まあ。例えばこの人もそうなんですね。ここにもありますね。そしてこのぼやぼやぺやとしているの雲ではなくて実は人の顔なんですね。で、この二人がですね、白けた顔をしている。しかもその羽が黒いでしょう。で、ラファエルはですね、まあ、いわゆるその黒い羽と白い羽を,羽をですね、巧みに使い分けてますね。で、二枚目の絵がですね、これが背景に子供の顔があると。 で左下の緑の人の手に聖魂があるとっていうことで隕石のようなものがあるということをおっしゃったんですけども、あの隕石はちょっと確認できませんでした。でここに確かに顔子供の顔の絵が隠されているんですね。で、ここに聖魂があるということは、これ、イエス・キリストということになってしまうんですけどもね、イエス・キリストにしては少しこうなんて言いますか、はい、というような絵なんですね。で、ここに聖魂があるわけです。 ということなんですね。てか次の絵はですね。あの、子供の、えー、天使の輪がですね。あの十字軍の十字って似て,似てるんだけど、これはどうかっていうことなんです、ね。確かにその通りなんですけども、これにどういう意味があるか私には分かりません。あの皆さんのよう検討課題ということにしていきます。それから、この右側の僕十字の十字の猫、ね、の。な何て言いますか？あの 旗があると。それから、ルーペのレンズがね、目のようになっていると。この2箇所をここで指摘なさいましたね。してくださいました。で、ここにやっぱりこの白地に十字の,あのマークが入ってますね。旗。 というから十字軍の,のマークだというふうに森本さんおっしゃいますけども、それからあのルーペなんですね。確かにルーペ、これ、やっぱりおかしいわけでして、というか、こういうものかなと思ってみるんですけども、これ、あの、角度を変えて動か、まあ、動かして角度を変えてみますとですね、えー、確かにこの目らしきものがこう浮かび上がってくるわけですね。まあ、これも隠し絵なのかなという、ちょっと厳しいかなというところなんですけども、隠し絵っていえば隠し絵、目のような感じはしないでもないです。 でから次の、これがね、あ、そうそう、この人を見てくださいね。影に隠れて薄くって見えませんけども、この人は明らかにあのこちらを見てますね。で次の絵はですね、あの服を着てないのにね、服を着てるような感じの絵が描かれていると。 あの、時々、あ、先も話ちょっと戻しますけど、時々、あの、視線がこっち向いてる映がラファエロの中にあるんですよ。この子供なんですね。あの、服を着てない。それから、ここに真ん中にね、あの、マリアだったと思うんですけども、あの、衣服を着てる。これはまあ、おかしいと。まあ、これって子供がね、おかしいんですよね。この、なんかこう、筋線が取れてないというか、腹がポテンと膨らんでいるというかね。そしてこのマークなんですね。これあの、ええー、あの、 このマークなんですね。エジプトのマークなんですけども、えー、これがですね、あのーまあのまいわゆる異教徒の、なんて言いますかね、十字なんですね、これ。あのー、こういうものが書き込んであると、まあ。有名なマークですけども。で、これがですね、えー、っと、このキリストの、キリストだと思われる人なんですけど、抱かれて降りてくるんですけども、あのー、 いくつかの点で決める点ででるがあるんですね。でまあ、これはイエス、キリストだと思うんですけども、えー、赤い服の人の、まあ、これキリストだと思うんですけどもね、またこっち向いてる人がいますね。あの俺はあなたを見てるぞって、I'm watching you っていう感じですねで。私はこの向こうの遠くのこの山がね、なんか人間の顔のように見える,見えるんですけども、まあ、これは私の思い過ごしかもしれません。なんか肩があってね、腕が折られてますけども。 それで、その次の絵なんですけども、この絵,が絵の中にですね、えー、タコ、まあ、あのイルカの怪物がですねタコを食いちぎって、まあ、実にこの絵は出て、ちょっとあのあの他の絵とは全く異質の絵です。ここにイルカが隠れてるんですね。で、ここに、この人の足がね、もやもやもやとこう、なんてかあか、ちょっと気味の悪い絵です。これ、イルカがですね、非常にこうグロテスクなイルカがですね、下でタコを食べてますね。そのイルカを操って、まああの 美しい女性がその海の上を立ってるわけです。でそれに対して今度は、ですねあのそれが逃げようとしてるのか、その人の、そそうそうこの人の、ね、蛇の体してるんですよ。こうぐーっと大きな蛇ですね。そして向こうは尻尾伸びてる。そしてこの人の足からはですねあの毛のようなもの生えてる、それから向こうはあの体下半身が馬なんですね。これという、まあ、まあ、ちょっと。 上の方に子供がですねあの、体がない子供が雲に隠れた形になってギロッと睨んでる。うん そしてこの馬。この向こうの、その向こうの人はですね、あの、ちょうど胸あたりの、の胸の下あたりから水に沈んでるんですね。これ、水がかかってますかその手もそして上の方に黒い羽をしたエンジェルと、で下の方に白い羽をしたエンジェルが、あなんかこう、戦ってるっていう感じの絵なんですね。そしてそのに抱きついてる人の体を見ますと、やっぱり、むにゃーっと蛇のような体になっている。まあ不気、不気味な絵ですね。はっきり言いまして。そしてこの次の絵なんですけども、えー この中に人の顔が見えるの分かりますか皆さんあの。ちょうど中央の暗いところです。普通じゃこれ見えないですよ。おそらく、えー、どうなんでしょうねあのがあの。画廊で見ても見えないと思いますね。ここなんです。で、これを画像処理しましてですね、明るくしています。あの徹底的に、待ってか明るくしていますと人間の顔が浮かび上がってくるんです。分かりますかほら。そしてこっちをじーっと見てますね。 これはね、ちょっとやっぱり不気味で,不気味ですねあの。見えないだけに不気味です。どうしてこの絵が描けたかっていう問題もあるんですね。そしてみんながですね、この女性顔と男性かかかりませんけど、指さしてるんですね。という絵なんですね。そして向こうに見える、この建物がですね、なんていうかな、その当時にこんな建物があったのかなと思うようなあの建物がずらっと並んでるんですよね。 あのプーマープンクの建物に似ているような感じがしますけども、壊される前に、そしてその向こうには、こんな形相の女性なんでしょうか、男性なんでしょうか、もう全顔中に恨みをもうね、溢れ返ってあるんですよ、でこの絵も、まあ、あのおかしい点があるんですね城が、森本さんがおっしゃるには、城が水没しているとおっしゃるんです。 今日のビデオはですね、森本さんのアイデアをもとに、私のアイデアを少しだけあの、紙させて作らせていただきました。確かに城が水あ沈んでますね。水の下に。なんでこんな絵を描いたんでしょうってうことになるわけですけどね。それから、あの、森本さんがおっしゃるには、子供、左の子供がね、全体なんかこう、薄い膜に包まれたような服を着ていると。確かにあの、拡大していますと、膜に包まれている感じがします。僕はちょっとそれをお見せしますが。 ここなんですねなんか、まあ、下の方は、この、背中の方にも、こう、薄い布がかけてあるのかなっていう感じがしますがね、やっぱりこの,おはおあのお、腹がですね、<laughs> 大きくてですね、なんかこう、これもね、なんかこう、ストッキングのようなものかあかぶってるような感じがします。そ、え、れ、ー、から、これも絵はですね、この女性の耳が、まあ、ちょっと不自然だと、ということを指摘してくださいましたので、耳だけを、まあ、少し拡大してみますが、まあ、おかしいとい言えばおかしいしっていうところですね。 まあ、ラファエルにしては、まあそまあ、ちょっとこうね、普段のタッチを間違えたような絵かなという感じがしないでもないです。で、この絵もまた、奇妙な絵なんですね、あの主人公の女性が雑すぎるとで、椅子の方向がちょっとおかしいということをおっしゃったんですけど、この上の女性をっていうか、天使と下の天使を比べたときに、私、上の天使を見たときにです、ね、ミケランジョロの描いたその天使を思い出したんです。 この雰囲気は似てるんですね。下の方が、下の絵が見切られるんですけども、こう空を飛びながらナイフでね、あのー、誰かを突き刺してる絵ですけども、そういう絵なんですね。で、この、この人もまたあなたを見てますね。私はあなたを見てますよ。なんてね、そんな雰囲気の、あの、絵なんですね。そしてこの黒い羽で、下の子供は白い羽なんかこううまく、っていうか、何か意味を持って使い分けてるように、ラファエルは思います。そしてその、 この絵なんですね。この絵はですね、よく見てくださいね。よく見ないと分かりませんから、中央にね男の人が立っていて中央右寄りですで。この人の体とね、その下に足があるんですけどね、一致してないんです、確かに。これが足なんですね。いいですかこれ、よく見てくださいよ。えー、ここに足があるんです。でこの足は誰の足かということなんで、膝があのぐにっと回っているの分かりますねと。誰か分からないんですね、この足が。 で、上の人の足を、上には一つしか人間いませんから、上の人にした方がおかしいと。さらにその向こうにはですね、馬に乗った多分誰が、兵隊が誰かにゾロ,ゾロゾロゾロ連れてかれて、あの、処刑場の方へ連れてかれる絵ですね。で、くとまれ、すめ。 立ち止まる、あ歩けとかって、まあ、言われて命令さえ、その後に何かをうなだれた人たちが処刑場へ向かう絵が描かれてるんですね。どうしてこんな絵をあの模様を描いたかってこれがね、私、後でもう一度説明しますけども、森本さんから情報をいただいた中で最大の謎を含んだ絵なんですよ。で、その、まあ、あの、これはどうしてあの最大の謎かというとですね、まあ、あの上の方にあの現代子を思わせる子供がいるっていうんですけども、 さあ、このめ足を見てください。これはね、あの3本指の、ね、足なんです。それも茶色で、あの後で、てか、これから見せしますがこ、見えますかあの ?3 本指が出てるの見えますかあのちょうど板、台の上に乗って、これあの、指の先に爪が出てるの、分かりますね。指があって、ちょうど矢印で隠れましたけども、その爪が上が指が3本で、爪が出てるんです。これはね、リリトの足なんですよね。そっくりなんです。リリトすなわち悪魔の 悪魔なんですね。キリスト教側が言う悪魔なんです。これがルシファーの妻なんですね。リリとなんです。いわゆるルシファーというのは66の、666、ま、の、あ、悪魔中の悪魔なんですよね。まあ、それを詳しくは後で申し,、まあ、申し上げます。これがなんかバイキングの,あのヘッドのような感じがすると森本さんはおっしゃいます。なるほどね。バイキングの船のような感じもするし、誰かの顔を模したのかもしれません。 で、この人たちをよく見ると、まあ、この絵の中でね、森本さんが指摘してくださったんですけど、このがね、遠くに見えますけども、拡大してみると、なんか UFO のように見えると。まあ、あそういうふうに見ようとも見えるしね、UFO のような感じがしないでもありません。で、さあ、この、今度はその次の絵なんですけども、あの、この絵もまた、あの、まあ、奇妙というか、ラファエロの、あの、大変な謎を含んでいる絵なんですね。 どこが不、ね、自然かというと、7本の例、光が出てるんですよ。7はね、実はミトラ教の、あの、あ光線なんですね。自由の女神は、あの、シーフリーメーソンが、 作って、アメリカに送った像なんですけど、やっぱり7本なんです。そしてですね、この絵をよく見ていただくと、こんな子供にね、あの、ひび割れがいっぱい書いてあるんです。で、私はこれがあの、絵の具のひび割れかなと思ったんですけど、そうではなくて、意図的に書かれたひび割れじゃないかと、まあ、絵だけでは分かりませんがね、じゃないかと思うんです。そして、ここにまた同じような絵があるんですけど、ここの 2, 人2つの像が、まあ、どうも奇妙だとおっしゃるんですね。 まあ、確かにあの非常に奇妙な絵であることは事実です。このにんまりと笑ってるね、あの楽しそうに笑ってるんじゃなくて、にんまり笑ってるんでもないのかな、なんとなくこう,そう,あのこうしたか顔でね、そこにね、またね、このサソリが書いてあるんですよね、これ両側に。まあ、もう少しいい画像を選べばいいと思うんです、さあ、この絵もおかしいといえばあの、えー、羊がですね、えー、人面羊だと。 これは誰かがね、誰かの顔をもじって書いた可能性はあるんですね、ラファ,ーラファエロが。あのまあ、自分の嫌いな人をここに書き込んだという可能性もあるんです。まあ、どう見てもこれ人面羊ですね。どうしてこんなものを書いたんでしょう羊といえばねあのキリ、カトリックのシンボルですからね。さあ、今度のこの絵も決めますよね。4人の,、ね、あの楽団がですね、踊っているんですあの。ちょうど踊って楽器を鳴らしている少女たちが4人いるんですよ、左の方から。 ところがね、その4人のうちね、この3人がですね、目が真っ黒なんです。4人いるでしょそしてこれはみんなあのトラ、トライアングル持ってる、タンバリン持ってるんですけど、目が真っ黒に描かれてるんです。この人も、この女の子もそうですし、3人、ここでは3人とりあえず、この子も目が真っ黒に塗りつぶしてあるんです。で、ほん上の左はやや白目が見えるかなって感じです。この子も目が真っ黒なんですね。 そしてそれをですね、あの、後ろからやってきた兵隊がそれを、ああ、人目をするんですね。やめようと、やめさせようと。それに対して人、男がね、割って入って、邪魔するなーって言ってるシーンですね、これは。兵隊がやめろーって言ってる。それに対して男は邪魔するなーって言ってる。で、右にいる子供は怯えてますね。 楽団でみんなが楽しくそうに踊ってるんだからわからっていいね。で、左にいる人もその騒動を見て驚いてますね。これがラファエルの絵なんですよね。何かをラファエルはこの絵を通して私たちに訴えようとしてるわけですね。さあ、今度はこの絵なんですけども、まあ。 ま、森本さんがおっしゃる7本の線だ。確かにま7本の線ですけども、そう、7本とも言えないという部分もありますけどね。で、ここにもね、やっぱりね、先ほどと同じように、一見見ただけではわかりませんが、顔が彫り込んである。そしてこの馬の顔はですね、実にまあ、不気味な顔をしてますね。ここにね、一見見る,見ると雲のように見えるでしょしかしよーくね、あの、色をか、あの、明度を今度逆に落としてみるとね、落としてみるというか、その、コントラストを強くしてますと顔が浮かんでくるんです。そしてこの馬がですね、やっぱり目が真っ黒でね、 馬手の人も、瞳は大きいんですけども、こんな真っ黒にはならないですね。黒目なんです。そして、その、なんて言いますか、あの、ガーッとこう、牙をーキバっていうか、歯を剥いて、苦しそうな感じで、空に向かって叫んでるっていう感じですね。さあ、皆さん、こうしたラファエルの絵を見られて、どういうふうに考えられる、思い生まれでしょうか まあ、以上は森本さんが指摘して,きてくださいましてあの、森本さんどうもありがとうございました。あの、だけどね、森本さんが今日発見した、くださった中で最大の謎は実はこの、先ほどちょっと言いました、リリトなんです。ここにね、先ほど言いましたように足が写り込んで、あ書き込んであるんですね。三本指のあー、その上の女性だと思うんですね。これは女性の足がここにあるんです。これは三本指なんですね。 もう一度、あの、拡大していますからよーく見てください。それで今度明るくしていますからね。ここに三本指があるんですね。そして爪があるんですよ。向こうにもあると思うんですけどね。あの、よく見えません。三本指なんですね。そしてその爪まで書き込んであるんです。爪わかりますかね。で、これがあの、まあ、あ リリトの明日ということは、ですねもう一つのリリトの絵を見せますが、これはあのリリトというのは悪魔中の悪魔でとしてね、アラブやペルシャでは、もうリリトというだけでみんな振り上がったぐらい恐れられたあの魔女なんですでこの。なぜリリトが問題かというと、ですねリリトは実はね、ルシファーの妻なんです。ルシファーということは、まあ、あの天,天から追放されて悪魔中の悪魔ですね、あのいわゆる666のいわゆるあエクソシスに出てくるような悪魔なんですよね。 もともとルシファーというのはもう前天使の長であったんだけども、神に逆らっておあの、楽園を追い出されるわけですね、ルシファーなんです。そのルシファーが、まあ、いわゆるまあキリスト教、カトリック、キリストが教が言う悪魔となるわけです。しかし、まあ、これはあのミトラ教ではあのケラブっていうんですけどねあの、全然悪い人じゃない、あの大学の、ベートーベンの大工の中でもケラブは歌われていますから。 ところが、キリスト教側では悪魔中の悪魔になるわけです。いわゆる、まあ、サタンですね。その妻のリリとナシが、その絵の中に書き込んである。これはどういうふうに理解したらいいのかということになってくるわけですね。まあ、それについては後日の検討課題ということにしますが、森本さんどうもありがとうございました。Thank you very much for watching. Bye.